あんまり政治的なこと言いたくないんですけれども、これ、あの台湾のね、今、動画、見てください、ぜひね、であのなんですか、中国外相、あのえー、と安倍の頭をかち割ると言ったらしいんですけれども、これはですね、あの、まあ、アメリカの前、誰、大統領、誰か言,言われてますね、あの頭かち割るってね、でこれ、えー、そうなんですけど、そのうちエリザベスの頭もカち割るってう。 言われるんじゃないかと思うぐらい、あのー、中国は世界に対して宣戦布告してしまったんですね、これね。えー、これはですね、それであの今ね、おそらくですけどね、私の予言ではですね、あのー、1日3万人がコロナで倒れてます、えー、働けない病人になってます。 そしててこれを直す手立てはありません、えー、ですからこれから来年再来年と状況は、えー、かなりしんどいんじゃないでしょうかねと思いますけどね、うん、これがあの1日3万人が1日30万にならなきゃいいんですけども、あのー、福利で増える可能性もありますんでねコロナなんでねはい。えー まあ余分な詮索言って誤解されちゃうといけないんで私は予言しよって終わりますともう。